こんにちは、秋里ゆかです。皆さん、今、世の中人材不足ですよね。そんな中、原田さんがとんでもないこと言うんです。なんと、社長が一番人材不足なんですって。えん原田さん、どういうことでしょうか教えてください。 はい、皆さんこんこにちは今日はですね社長の皆さん社長っていうのは誰も注意してくれないんですよね。で自分が社長としてその力量があるかどうかっていうのは誰もコメントしてくれないし、えー、社員はそんなこと言わないしよくあるパターンが裸の王様になる社員が育たない育たないと言いながら自分は全く育ってないもうこういうのがいっぱいあるんですあの。世の中めっちゃ人手不足なんですけど私から見たらどんな職種が一番人手不足ですか IT 人材が少ないとかですねマーケティング人材が少ないとか、まあ、そういうふうに言われてます新卒採用難しいとか言われてます私から見たら一番ニーズに対するギャップがあるのは社長です社長が足りないんです社長の頭数は会社の数と同じ数があるんですけど本当の社長っていうのはなかなかいないと私は思いますその証拠になんで円満で中小が貸し売っちゃうかと後継者がいない 社長は年取っったそれででちゃうわけですよ次の社長がいないってことですからともかく世の中で社長社長候補がいないってことです。ということで私は経営実践塾で毎回です、ね、社長の皆さんにこういう自己診断表というものを配ってこれは実は33項目ありますで5段階で点数つけてある点数以上の人はもうすでに立派ですねもっと飛躍できますね。 六十六点から百四十八点、この人は真剣に勉強してくださいね。六十五点以下。この人も受講してもダメだ。無駄って言いませんから。必死にやってくださいねっていうふうに言ってるわけです。その中の今日は、全部やるのは、もうめちゃ時間かかりますから。抜粋でいくつかお話しします。まず、ランダムに選んだんですけど、自分の会社の将来の成長に百パーセント以上の確信を持っているか。か ぜひ皆ささん考えてみてみください飲食やろうと製造業やろうと不動産業であろうと自分の会社は絶対に成長するぞこうやって成長するぞそれを本当に信じて確信を持って社員にも伝えているかもうこの業界は悪いだなと言いながら一生懸命やってらっしゃる会社もたくさんあります。2つ目社員一人一人の満足度をししっかかりとと把握しているかってことですね社員の満足度がなくて業績が上がる会社はないんですよ。 社員の満足度が高いということはそれだけ社員が一生懸命会社の成長のために寄与するということですからまずは社員一人一人の満足度を把握してるかある日突然退職届を出されてあっと驚くこういう社長管理職はもう失格ですね退職しそうだなと思ったらもう感じなきゃいけないですね次社員に感謝してるか これはですね私もマクドナルド大変革して業績が好調新聞に載った時にうちのお袋から電話がかかってきて「あなたがやった成果じゃないよ」「社員の皆さんが頑張った社員の皆さんに感謝しなさい」って言われた時にはショック受けましたね自分のリーダーシップ変革でやったんだとやっぱ思ってますから社員に感謝するこれはやっぱり正直言ってその瞬間忘れてました。ただ やっぱり業績が上がった時によく振り返ると、店長が頑張った、社員が頑張った、私の期待以上にやった、そのせいか業績が上がってるって言葉は冷静に判断するとそういうことです。変革のリーダーシップをとっても実行は社員がやりますね。従って社員に感謝する。もうこれは基本中の基本だと思います。 いいろんななな社員にですねただ表彰じゃないですねおもてなしをする自分で料理を作って家族を呼んでおもてなしするとかディズニーランドに連れて行ってミッキーマウスショーを家族全員に見せるとかまあいろんなおもてなしをしたことがありますそれから社員が育たない育たない社長一番の悩み言ってください。 社長この3年間あなた自身社長自身どういうふうに成長しましたかと聞くとちょっとやっぱり詰まるんですそういえば俺成長しなかったかなやっぱり社長にですねそういった進言をする社員ってやっぱりいないわけですね親の背中を見て子供は育つ子供は親の鏡現場は全て経営者の鏡すなわち社長が <laughs> 伸びなかったら会社は伸びないんですこういったことも自己検証の大事なポイントだと思います 裸の王様にななってないかこれは最近のコンプライアンス違反ガバナンス違反こういったニュースを見てくださいやっぱり裸の王様知らなかった一人だけの権限で会社の大きな決断をしたこういったことで不祥事起こってるわけですビッグモーターはしっかり損保ジャパン日大最近のジャニーズ事件もそうかもしれませんというふうに私は思います。 この創業者一人が全てを決めるこれ非常に危険なことですこれを多面的に全ての目線で最適な決断をするこの仕組みをガバナンスと言いますそういった視点で我が社の会社はガバナンスをどうだろうこれをトップが考えないで部下からガバナンス確立なんてできないわけですねこれ非常に大事なことだと思いますジャニーズのように一旦 企業ブランドを既存して企業ブランドを作っていくのにはものすごいお金と時間がかかるんです崩壊するのは一瞬ですその崩壊した企業ブランドはマイナスのブランドなんですこのマイナスをゼロに戻してさらにブランド構築していくこれはもうとんでもない時間と投資がかかる結論から言いますとジャニーズはは会社名変えなないいででで再生は絶対できないわけですもう一つ言いますと社名変えただけでジャニーズを忘れて商売になるかそんなことないです 会社を変変ええるると同時に企業の風土も変えるガバナンスをもう一回客観的にも検証できるようなガバナンスの仕組みを作って企業信頼を期待してもらう,もうこれがなくて社名を変えるだけでは見せかかけのの変化でですすら取引先の信頼は回復できないいと思います余談になりますがアップルはいろんな外の会社にいろいろ製造依頼その他アウトソースしているわけです。 例えば中国の会社で例えば iPhone を作るそこの会社がブラックマネジメントをやるブラック企業をパワハラやるセクハラやるこのアップルにはエシックスガイドラインというのがありますエシックスというのは道徳ですこののの道徳のガイイドラインやる行動規範というものがありますそれは会社のポリシーですよねその会社のポリシーにマッチしない取引先は絶対に取引しないこれはもうグローバル企業の強いポリシーですしたがって ジャネーズ事件も経団連の会長はタレントには罪がないタレントはちゃんと使わなきゃという発言もありましたが私は非常に残念に思います企業というのは自分の会社の理念にマッチするビジネスパートナーと取引するこれは基本ですからタレントに罪がないのは分かってますでもそのタレントがその会社に所属している以上はその会社のしっかりとしたブランド回復の姿勢方針仕組み これが表明されないと取引できないのは当たり前ですというふうに私は思いますちょっと横道反れましたが元に戻します次社員に教えることよりも部下に教えることよりも社員から学ぶことがある組織これがなかったらその組織は死んだも同然です社長ができないことをきちっとできる社員部長ができないことをきちっとできるチームの力こういったものが組織ですから いわゆるダイバーシファイドコンピテンシーとこういいますが多様化人材能力これが組織づくりなんですね。ということはそういった組したがって私は組織を作るときに自分がやりたいことの分身を作るっていうことではなくて私が不得意なことをきちっとできるやつを必ず固めるという組織づくりは常に気にしてやっております。 私は緻密に計算するもうめんどくさくしょうがないですでも緻密に計算してデータ検証してっていう得意なやつはいつも右に置いておくわけです細かい管理もあまり好きじゃないですでもちゃんと管理してくれるやつがいて電費をもしっかり見るこういう人がいると私も安心してドライブできるわけですねそういう意味で自分にできない部下を持つ部下から学ぶこれは非常に大事な社長の能力だと思います取引先に感謝してるから この取引先をですね毎年入札コンペで安くていいやつを選ぶとこれをやっている以上は絶対に競争には勝てないですよその会社もできることです取引先に感謝をしお互いに一つのチームでお互いに成長する我が社のために他社よりもいいことをやってくれる我が社のために投資してくれるこういったパートナーを探しそこに感謝をするこれも大事な社長の振る舞いです 社名は言いませんがある大企業が全盛期の時からもう今は本当に低迷する大企業は日本の中にあるんですねそういった会社と私は若い頃からずいぶん付き合ったことがありますとても非常識な上から目線無理難題を押し付けるこういった姿勢があったんですそういう会社はことごとく今低迷していますということが一つの証ですねさて この世の中ってのコク,コクと変化してますこのビジネスモデルが変化します例えば音楽業界見てください CD ショップに行って CD を買う時代から CD をコンピューターに取り込んで iPod で持ち歩くそれも CD も買わなくていいダウンロード型ダウンロードして自分が持たなくてもいいサブスク型このようにどんどん変化してますね異業種が新規参入しビジネスモデルをひっくり返す ある業種とある業種が協業して新しいビジネスモデルを作るこういったものがものすすごいいスピードで起こっています今後デジタルツインメタバースこういったテクノロジーの世界が具現化してくれば今まで以上のスピードでいろんな変化が起こります。ということは社長っていうのは自分の会社の目線自分の業界だけを見る。 だけでは絶対に危ないっていうことですグローバルのトレンド異業種のトレンドこういったことを敏感に感じながら世の中のトレンドについていくんじゃない世の中のトレンドを作る異業種とコラボレーションも自ら働きかけるこれ非常に大事ですね私はある大手の M&A の会社の顧問も数年やったことがありますアメリカの M&A ていうのはトップが動きます日本の M&A は部長クラスが動いて社長は 部長の提案に対してリスクはリスクは実績はバッテンバッテンつけるということで世界の m a のリーダーシップに比べると日本企業はやっぱり弱いんですね例えばその会社の異業種交流会セミナーというものも随分やりましたアメリカはトップが集まってくるんです日本は部長さんしか集まってきませんこれが日本がいかに異業種の動きに対して 経したがって世の中ひっくり返すような異業種のコラボレーションというのはほとんどがアメリカから生まれているんです。ということでこの e コマースもしっかりスマートフォンもしっかり全てアメリカから新しいまだに日本の経営はリスクを避ける年功序列丸をもらうよりも罰をもらわない。 こんな姿勢でやってますだから競争力をどんどん失っているということです競争力を失った一つの象徴は給与水準ですよ先進国で一番低いもう平均給与が韓国より下回っているこれが一番の競争力の証ですよというふうに残念な思いをしていますもう一つ最後に言いましょうか社員の目の前で自信と笑顔を忘れていないか私はよく言います リーダーシップとは嘘でも本当だと思わせる力やっぱり確信も持って笑顔を持ってですねやっぱり社員に語るこの情熱これはだ非常に大事ですもし社長室の机で頭抱えて下向いて考え事している姿を社員が見たらどう思うかこれは自習信らいます通路を歩く時も廊下を歩く時も下向いて歩くなんてちゃんと前向いて歩けということをよく管理職には言いましたそれぐらい この社員というのは、上司、トップの振る舞い、顔つき、これで敏感に空気を感じるわけですね。会社の将来に確信を持たなかったら、社員はついてきません。そういう意味で、社長の仕事は自信と笑顔に満ち溢れた振る舞いです。どんなに悩みがあっても、そこは社長の職種だと思って頑張らなといけないんですね。 ということで、この、本当に抜粋ですが、こういったことを、私の。経営塾のワークショップで、いろいろ議論して、もっと深くやってるんですけど。皆さんに一部をご紹介しました。何か質問ありますか?。はい。はい。この診断表、すべて、原田さんがオリジナルで作られたんですか。そうです。うん、もう。辛い社長業、20数年の中から生まれた。私の経験から生まれた。<laughs> ええ、あの自己診断です自分のために最初作ったんですよ。はい、うんとこの診断表はその今日はもう原田さんほんの一部しか説明されなかったんですけど、はいはい、これ全部見たらめっちゃ大変やと思うんですけど <laughs> 大変、はい、この診断表すべて高得点の社長さんが今 なんか生き残ってるというか大企業の社長さんをやられてるような方はもうこのシートは満点というかいや満点取っ,取ってる人は見たことない <laughs>、うん、ジョブスの長所は1とすると欠点は99ぐらいありますよそれぐらい <laughs> 社長といえども完璧な人はいないんです <laughs> ただこれは全てやっぱり社長とうは 自己認識しななきゃいけないいけ項目だと思いますよできたらできたら関係なくね、はい、でもこれ全部やったらめっちゃ大変ですよ <laughs> でここは社長の自己診断やってますけどこれ以外にまあうまくいかなかったら叩かれる地震が起こって業績が落ちても社長のせい全て結果結果が出なかったらクビこういった厳しい仕事ですから 私は社長あれ、ね、本当にね大変で私の息子にはもう社長にはなるなよって本当に思ってますよ、はい、平均的で一人好かれる人生を送ってほしいはいどうぞはいこの診断表は原田さんは何点でしたか言いたくないです五十 <laughs> <laughs> 点ぐらいだと思ってください五十 <laughs> 点ぐらいだと思ってくださいただね自信持って言えるとこ会社の成長の百パーセントの確信これいつもありますよ。 壊れなかったら社長できないね、はい、社員に感謝もよくやってたね、はい、社員の心は大体分かってるねこいつ俺を恨んでるなとかね <laughs> うん嘘ついてるな本気でやってんな大体分かる自分が成長してるかこれは私自信持っているもう本当に異業種の人年代若い人のコミュニケーションいまだに積極的にやってますから学びの連続です業界問わない、はい、もうハイテクだけじゃない大企業だけじゃない もっと言うと新宿のホストクラブの社長とも付き合ってます <laughs> ホストクラブ行ったことないんですよその人たちの生き様考え方これも学びです、はい、で大企業っていうのは大企業同士が集まって経団の場だけしか集まらないおじさん連中っているじゃないですか私は違う異業種年代問わずコミュニケーションします、はい、これは私一番自信持っているね。裸の王様にならないこれはね私はね地獄耳なんですよ昔から ある部長に言います。お前のとこの a さんと b さんが不倫してるぞえ部長が上司が知らなくても、私は知ってる。これぐらい情報ネットワークがありますね。なんか入ってくるってやつです。社員に学ぶこと、これ連続です。取引先に感謝。よちゃんとしてます。異業種のにアンテナ張る。もう一生懸命やってます。できてないところはできてないところね。現社員が成長してるかなとか。 それになると後継者作れてるかなっていうとかなりまだ私には課題があると思ってます。PL バランスシートキャッシュフローしっかり見てるからもう数値は全部頭入ってます。うんうん、やっぱり一番難しいのは人の教育成長後継者これは私はまだ平均点も取れてないかもしれない <laughs> と振り返って思いますね。ありがとうございいますはい こんな社長になりたいと思いますかこういう話聞いて職種によります職種による <laughs> はいじゃあ皆さんぜひ今日の話を参考にしてください <laughs>、はい、ためになったと思いましたらチャンネル登録よろしくお願いします